2020年10月14日水曜日午後5時の生放送です。ということで、今日も京都で生放送でございます。それでですね、月火に続いて、絶賛につきですね、この古今和歌集を文庫本で読むその3で、昨日に続いて秋歌上を読むの3回目っていうことですね。ちょっと待ってね。秋歌上、昨日ですね読んだところの続きをね行くわけですね。秋ならで会うこと仇お見ないし、雨の河原に追いぬものゆえ。追いぬってのは入るですね。これ昨日読みましたよね。あの天の川の河原に、生えてるのだからかな。天の川の河原に追い育ったわけでもないのにね。で七夕みたいに秋以外にお見ないしに会えないっていうことを寂しがってると、そういう歌だっていうことですね。秋のに宿りはすべし、お見ないし名をむつまじみ、旅なら楽に。秋のに咲くお見ないしの名前が懐かしくて、これ昨日読んだよね。旅ねというようなね感じがない。秋ののに宿りはすべし、お見ないし名をむつまじみ、旅ならなくにって、これねどこまで読んだかね、印つけとかないとダメだよね。これ読んだ、これも読んだ。秋ののに置く白露は玉なれや、貫き隠る雲の糸筋。これ昨日ね読んでね、アーカイブの方に、説明文の部分にもこれを、なんか今日ね顔のね写りの鍵が、メガネがないからね、印象がね石破さんじゃないけどね、メガネかけてる方がねソフトな感じに見えていいよね。その次ね、昨日これ読んだね。降りてみば落ちぞ死ぬべき、秋萩の枝もたわわに置ける白波。落ちてみば落ちぞ死ぬべき、秋萩の枝もとぼぼに置ける白波ね。この強烈なとぼぼっていうのを昨日ね話題にしたわけですね。その次、全く新しいやつですね。新しいたって、ね、今作ったとか今作られたとかっていうんじゃないでしょ。私がこの番組に取り上げるにおいて新しいってね、分かってるわいとかってね、いろいろ声が飛んできそうですけど、萩の露たまに抜かんと溶けば消ぬ。萩の露たまに抜かんと取れば消ぬ。よし民人は枝ながら見よ。溶けば消ぬとかね。秋の萩の露ね、萩についてる露がそのたまに抜かんと溶けば消ぬ。消ぬっていうのは溶けちゃうってことですね。玉としてその露をね、紐に通そうと思って、溶けば消ぬ、消えてしまうか、消えてしまう、ね、秋の萩の露
玉に抜かんと解けばけぬ、ね、よし民主とは枝ながら見よ、ね、ですからね、見るという人はですね、枝のまま、枝についたままで見なさい、枝のままで、見なさいよ。なんかなんとなくね、いい歌じゃないですか。ね、の次ね、泣き渡る狩りの涙や落ちつらん、物思う宿の萩の上の梅雨。うん、泣き渡る狩りの涙や落ちつらん、これはですね、あのこのこう、甲虫社のですね、佐伯梅友、 笑っていいともじゃなくて梅友先生の中によると、これはね、空を泣いてゆく狩りの涙が落ちて止まっているのだろうか。まあなんとも風流というかね、想像力が豊かというかね、泣き渡る狩りの涙や落ちつらん、ね、狩りがね、狩りってね、どんな鳴き声だったかな。でね、こうそれが狩りが飛んでいく、あのなんか隊列を組んでね飛んでいくやつですよね。あ、泣き渡る狩りの涙や落ちつらんね、狩りが涙をポロッとね、狩りが流して、それが止まってるんだろうかね。物思う宿の萩の上の梅、ね、萩の上の梅を見た時にね、これは狩りがポロッと落とした涙じゃないかってね。いいね、秋の歌ですね。その次ね、大知らず詠み人知らず、秋萩の下葉色づく、今よりや一人ある人の稲が手にする。うん。文の意味、これから自分みたいな独身者が寂しくて寝にくがるのかなって、寝にくがるのか、そういう歌なんて。その次ね、昔愛知りいてはべりける人の秋の野に会いて、物語しけるついでに読める、三つね。三つねさんのリクエストですよ。リクエストじゃないや。三つねさんが作った歌ですね。はい。秋萩の震えに裂ける花見れば、元の心は忘れざりけり。秋萩の震えに裂ける花見れば、元の心は忘れざりけり。ね、ちょっとね、梅友先生のご講釈をね、あのね、昔愛知りてはびりける人。ああ、昔愛知りてはびりける人の秋の野に会いて、ね、物語しけるついでに読める。あ、以前にね、親しくしていた人とね、会ってね、秋の野で会って、まあ物語する、まあ女性であろうってね、佐伯先生感じますね。当然のこと、秋萩の震えに裂ける花見れば、あの去年の古い枝に咲いてるね、震え、古い枝と書いて震え、秋萩の震えに裂ける花見れば、元の心ね、うん、萩は以前の心は忘れていないことでした。あなたはそういう意味なんだ。いや、なんかいい歌じゃないですかね。これ定峰の、これ定み、これ定のみ、あ、これ定の巫女の家に歌合わせに読める。藤原俊之の阿孫。これ定の巫女の家の歌合わせに読める。藤原俊之の阿孫。秋萩の花咲きにけり、高砂の尾上の鹿は今や亡くらん。秋萩の花咲きにけり、高砂の尾上の鹿は今や亡くなん。この鹿がね、今の兵庫県高砂市のね、山の上の鹿であろうと。秋萩をしがらみ伏せて鳴く鹿の目には見えずて音のさやけき。秋萩をしがらみ伏せて鳴く鹿の目には見えずて音のさやけさ。これね、217番の歌。秋萩をしがらみ伏せて、しがらみ伏せて足にね、絡み倒してっていう意味なんだって。秋萩をしがらみ伏せて泣く鹿の目には見えずて、ね、泣く声の澄み通ることよ。ああ、目には見えずて音のさやけさっていうのはね、音がね、澄み通っている、音が澄み通ってるっていうのもね、澄み通るってあんま言わないけどね、梅友先生さすが国文学者ですね。澄み通る、この合唱団のね、
人たちの声はね、澄み通ってますねって言ったらね、良さそうですね。読み人知らず奥山にもみじ踏み分けなくしかの声聞くときぞ秋は悲しき、はいとかってね。これはね、百人首とかやる人はね、あのよくご存知の歌で、百人首に入ってる歌ですね。読み人知らず奥山にもみじ踏み分けなくしかの声聞くときぞ秋は悲しき。奥山で聞くに関わる、奥山に聞くわけだね、もみじ踏み分けて鳴く鹿の声を聞く、ね、その時に秋は悲しい、もみじは萩の紅葉なんだって、もみじじゃなくて萩なんですね、うん、でね、鹿の日常の動作から推し量っていった情景、花札みたいだね。その次ね、これさだの巫女の家の歌合わせの歌、ただみね、またね、これさだの巫女のね、家のね、歌合わせですよね。山里は秋こそことに寂しいけれ、鹿の鳴く音に目を覚ましつつ、山里は秋こそことに寂しけれ、鹿の鳴く音に目を覚ましつつ、山里はね、秋こそね、ことにね、ことのほか、わびしい。なるほどな。歌は山里に住む身として読んでいるってね、梅友先生のね、ご講釈が、時計がね、見え、あ、まだね、半分ですね、時間がね、もうどんどんいきますね。狩の泣きけるを聞きて読める三つ音。三つ音さんのリクエストでね、三つ音さんの作った歌ですね。浮きことを思い連ねて、狩金の泣きこそ渡れ、秋の夜な夜な、ね、浮きことを思いつらめて、狩り金の鳴きこそ渡れ、秋の夜な夜な、これはね、狩りを主題としてしたものとして取ったのであろう、あ、狩り特集がね続いてますから、その中でね、これも狩りだね、狩りの歌をね、狩りにじゃなくて正式に取っとこうということでね、木の貫さんとかがね張り切って取ったんでしょうよ、取り入れたのだな。狩りの泣く心を食肉のように言ったのは、この作者の当面している状況からの言葉と見るべきであろう。浮きことを思いつられてね、辛いことをね思いつられてやって、まあこういうこう作者さんのね当面している状況があるんでしょうって、梅友さんがねおもんぱかってね、こう三つ音さんね、こう歌がね一つこう古今和歌集入れられてね、こう千年後の人たちがねこの歌をね、こんなフェイスブックの生放送で読んでね、梅友さんの講釈付きでああたらこうたらっていうような時代がね、この大和のね日本列島の上で展開されるとはね、夢にも思う。だからなんかやっぱりね、残しとくもんですよね、文学っていうのはね。いいですよね、千年後の人にもね、一種でもね、まあ三つ音さん一種だけじゃないね、随分たくさんね。寛平の御時、鬼才の宮の歌合わせの歌、藤原の観魂阿尊、菅根阿尊、秋風に声を穂に上げ来る船は、天野と渡る狩り水ありきる。ああ、綺麗な句ですよね。秋風に声を穂に上げ、来る船は天野と渡る狩り水ありきる。ね、秋風に声をね、声を高く上げてって言うわ。へいほ、へいほ。船だからへいほって言わないがね。声を穂に上げて来る船はね、天野と渡る狩り水ありきる。とっていうのは、海峡や川などを川渡りするところをね、とっていう、門って書いてとってもね、天のと、船渡りをする、まあ、だから天の川のね、お船がね、シュシュッと通る、まあ、航路ですよ。ね、それを渡っていく狩り。だからこう、狩りがね、ピューッとそういう天の川のね航路みたいなところを飛んでるのかなっていう連想がね、ふっとね、今はね空を海に見立てているっていうことでね、そういう歌なんだっていうね、菅根さんやるじゃないですか、すげえねとかってね、
とね、いけないですね。今日はね、調子いいですね。先週のね、晩にね、一人生放送、この同じくをね、やりながら、その時はね、これと同じぐらいね、調子が、調子が良くってもね、滑舌が悪かったりね、滑舌、まあ、あんまりね、意識しすぎるとあれですからね、その次ね、夜を寒み、衣刈りがね、なくなえに、萩の下場も、移ろいにけり。ね、この歌は、ある人の曰く、柿の元の人が、人丸がなりと。で、ある人を言うにはね、これ柿の元の人丸が作った歌だっていうね、そういう話もある。まあ、柿の元の人丸って、それ歌作りにとっては、まあ、レジェンドですよ。当時もね、万葉集の時代のね、レジェンドにもうなっちゃったらね、柿の元さんですよ。その人が作ったとも言われてる歌ですが、って、これはあの、歌の後にね、言葉巻きがついてるわけで、夜を寒み、衣を刈りがね、泣く苗に、泣く苗にってなんかね、現代文ではね、泣く苗に、萩の下場も移ろいにけり。あのね、夜が寒いので、着物を借りる意を言い出しかけて、ね、夜が寒いからね、ちょっと着る衣を借るみ、衣を借りがね、ね、衣を借りるってことですよ。借りがね、なく、苗に、ですね、着物を借りる意を、意っていうのはそう、意向をね、言いかけて、で、借りがねって出してくる。まあ、そういう文学的な趣向なんだっていうことですね。夜を去るみ、衣を借りがね、なく苗に、ね、同時に、与三の時節を示すと。うん、与三の時効を出して、この借り金は、まあ、借りそのものっていうことですね。借り金が泣くと。ね。借りたちが泣くと。うん、借り金が泣く苗に。ね。で、泣くと共に、泣く苗にって泣くと共に、だって。泣くと共にね。萩の下場も移ろいにけり、うん。これね、ここのところね、ちょっと、梅友さん中をつけてくれてないのでね、もう次行こう。春がすみかすみていにし、かりがねは今ぞなくなる秋霧の上に、ね、秋の歌なのにね、秋の情の歌なのに春がすみとくるわけだ。春がすみかすみてかすみていにし、かりがねは、あ、春がすみの時にこうかすんでね、いいんだっていうことは去っていった。私のフェイスブックで一遍書きましたよね。田んぼをね、散歩しながらね、ちょっと田んぼが低くなって覗き込むとね、 ここの田んぼに瓶や缶をほかすなってほかすな、それでね、拾って帰れだったかな。でそこに私はですね、いちゃもんをつけて、それいねってなんとかしていねって言えば完璧じゃないかって。だから、稲っていうのはね、この辺のね、播州のね、方言でね、帰れ、もういい、それの、まあ悪い言葉ですよ、稲って言って。ところが、ここではですね、犬っていうのはね、こう、雅な言葉でね、昔の言葉なわけだ。だから、このあたりには、まあ、上古の時代のね、昔の言葉がね、それがね、稲とかって、そういう悪口の形で、残ってると雅な話をしてんだね、こういうね。ちょっと待ってよ。春がすみかすみていにし、かりがねは春がすみの時にこうかすんでね、いんでしまったかりがねは今ぞなくなるね、今こそまた泣くんだ、秋霧の上に、秋の霧の上でね、泣いとりますよ。まあなんかなんとなくね、いい歌ですね。糸早も泣きぬるかりか、白露の彩る木々ももみじあえなくに、バカに早くも来た狩りだなっていう意味なんだって。糸早も泣きぬる狩りか。ね。バカに早く来てね、泣いてる狩りだな。で、その、白露の彩る木々も、もみじあえなくに。白露のね、ああ、白露がね、木々をね、彩ってるわけだ。そういう情景ってね、これ読んだ人は見たんでしょうね。私はそういうの、見たことないね。そっか、いや、観察力が足らないっていうかね、朝早く起きてね、見に行かないとね、見
れないんでしょうね。私がまああるね、海の見える公園に行ってね、糸はや、白露の彩る木ってね、ああ白露の彩る木々だなっていうようなことはね、思ったことないね。また朝早く起きてね、見に行かない。でね、紅葉しきれないのに、もみじ会えなくに、紅葉しきれないのに、っていう意味だそうです。白露の彩る木々のもみじ会えなくに、ね、その白露が彩ってる木っていうのはね、紅葉しきれない、まだね赤とか黄色になってない、これも萩のことなのかな、予報としてはちょっとね分かんないですね。で、あ、でももみじはって書いてるわ。もみじは、あ、梅雨が、あ、紅葉というものは、紅葉、まあ、もみじという植物っていうことを梅友先生言ってるわけだね。紅葉することだね。紅葉は、あの、梅雨がね、狩りのね、歓迎のために染めるもの。まあ、なんと粋なことでしょうか。なるほどね。梅雨がね、今日のね、紅葉樹にね、紅葉樹っていうか色の変わるのもみじの、紅葉する木についた、その梅雨はね、狩りをね、歓迎してね、染めてるんだ。ということでね、そろそろそういう、季節でございますね。まだね、その紅葉、いろんなものの紅葉がですね、なってない、そういう時期にね、この歌を持ってですね、結びとするということ。まあ、なんともね、ふさわしいことだなと思いながらね、思いつきでこの歌でね、あ、もう2分ぐらい過ぎちゃいましたね。で、また明日、明後日はボーリズデーっていうことになります。で、お聞きになってるあなたに、天地を作られた誠の神様から豊かな祝福と、守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送はこれで、結びとさせていただきます。お聞きいただいて誠にありがとうございました。